皆さん、こんにちは。今回は宮崎美子さんについて話していきます。宮崎さんは1958年12月11日生まれで、熊本県出身です。年を重ねてもなお、可愛いと言われ続けている。宮崎さんは大学時代に、大物写真家の篠山紀信さんに見出されて、芸能界入りをしたそうで、昔から変わらぬルックスに、あの志村けんさんをも虜にしていたようです。主にクイズ番組に出演し、そこで見せるわざとらしい素振りに疑問を持つ声も多いようですが、実は理由があるらしいのです。その理由とは、博学な宮崎さんなので、クイズ番組で正解しすぎたために番組に呼ばれなくなったことがあるんだそうです。そのため答えが分からず悩む演技をするようになったという噂です。ですが、今となってはわからない振りは宮崎さんのキャラクターの一つと言えます。そのわざとらしい素振りを楽しみにしている視聴者もいることでしょう。才色兼備を地でいく宮崎さんですが、実は過去に結婚歴があります。ここからはその気になる結婚相手や離婚歴について話していきます。そのお相手はテレビ番組制作会社に勤務していたエリートサラリーマンの上川真博さんです。上川さんは1979年にイーストエンタテインメントに入社して以降、ドラマやバラエティ CM など会社を代表する有名作品の数々を手掛けてきた敏腕プロデューサーでした。2005年に退社して以降はフリーランスのマルチクリエイターとして活動しています。ちなみに今ではクイズ番組の定番となっている正解は CM の後でという手法を立案したのは上川さんです。今では正解を CM の後まで引っ張るために使われる手法ですが、もともとは CM の時間を問題を考える時間に使ってもらうという意図だったようです。上川さんはドラマやバラエティに加えてドキュメンタリーや音楽に CM、 さらにはその他多くのジャンルを手掛けることができる日本でも数少ないクリエイターです。報道カメラアシスタントとしての経験もある上川さんは映像制作でも定評があり、映像の美しさは業界内でも群を抜いているそうです。また映像だけではなく編集に関する腕も折り紙付きで、字幕編集も全て自分で手掛けてしまうようです。宮崎さんと上川さんが出会ったのは1981年3月のことでした。当時宮崎さんが出演していた学園ドラマ2年 B 組千八先生のアシスタントディレクターをしていたのが上川さんでした。初めのうちは友達として美術館に行ったり食事をしたりしていたそうです。ドラマが終了してからは連絡を取り合うこともなくなったそうです。しかし2人は1985年10月16日にある場所で再会しました。阪神タイガースが優勝を決めた神宮球場で、熱狂的な阪神ファンである宮崎さんが事務所の社長と一緒に観戦していた際に、宮崎さんの 2,3 列先に上川さんが座って観戦していたのです。この思いがけない再会をきっかけに連絡を取り合うようになった宮崎さんと上川さんでしたが、お互いに多忙な日々を過ごすうちに徐々に連絡の頻度が落ちていき、いつの間にか連絡が途絶えてしまいました。しかしその3年後の1988年夏に、今度はスキューバダイビングスクールで2人が偶然の再会を果たします。再会が2度も続いたことで、上川さんに対する好意が恋愛感情に変化していきました。一方の上川さんも宮崎さんに対するもうアプローチを仕掛けていきました。その後宮崎さんと上川さんは4年にわたる同棲を経て、1989年9月1日にめでたく入籍することとなりました。入籍当時は2人とも30歳でした。しかし結婚生活は長くは続かず、結婚してから1年4ヶ月後の1992年1月に離婚してしましました。2人の間に子供はいません。3度目の出会いで結婚し、お互いの趣味も合致していた宮崎さんと上川さんが短期間で離婚した理由は何なのでしょうか。どうやら家庭に入りたい宮崎さんと仕事をバリバリしたい上川さんの思いが一致しなかったようです。具体的には良き妻でありたいという気持ちが強い宮崎さんと、そこまでを求めない上川さんとの間に気持ちの温度差が生じてしまったようで、
宮崎さんの気持ちが空回りしてしまい、なんで私だけがこんなにも大変で頑張らなくてはならないのかというふうに自分自身を追い込んでしまい、その思いがうっせきして爆発し離婚に至ったということでした。宮崎さん自身も結婚後はバラ色ではなかったという旨をコメントされていました。しかし離婚した後も仕事で顔を合わせるだけでなく、二人で食事に行くなど親しい関係は続いているようです。案外離婚後の方が仲良しなのは決して珍しいことではないのかもしれません。その後の宮崎さんの結婚歴も調べてみましたが、上川さんとの離婚以降は恋愛報道もなく、結婚歴もありませんでした。宮崎さんほどのキャリアと年齢になると、マスコミもそう簡単にはプライベートのことを聞き出すことができなくなります。バラエティ番組等でベテランの司会者がプライベートに関して切り込むものの、うまく交わしている様子もうかがい知れますので、もしかすると意中の方がいるのかもしれませんが、現在のところ交際している相手も特にいないようです。今後も結婚再婚せずに独り身のままでいる可能性が高いですね。そんな宮崎さんはある芸人に100万円を貸したことを報告した過去があり、当時大きな反響を呼びました。2023年7月10日に自身の YouTube チャンネルを更新し、お笑い芸人の霜降り明星の粗品さんに対し100万円を貸したことを明かしました。なぜお金を貸すことになったのか、経緯について話していきましょう。2023年5月、税金の支払いによって資金繰りに困った粗品さんは宮崎さんに、お金貸して、いや貸させてあげますと打診したそうです。宮崎さんと粗品さんはクイズ番組などで何度も顔を合わせているものの、そこまで親しい間柄ではなく、宮崎さんは困惑していたといいます。しかし粗品さんのお金を貸してくれたら何でもしますという宣言を聞き、宮崎さんはワクワクすると表情を一変した後に、よし100万円貸しましょうと100万円を無利子で貸し付けすると宣言し、粗品を驚かせていたとのことです。そこから約2ヶ月が経った後に、宮崎さんは粗品さんが所属する吉本興業本社を訪問し、粗品さんと対面しました。そこで100万円を手渡し、有効に使ってくださいと約束を果たしたのです。約束通り100万円を貸す代わりに、宮崎さんは粗品さんにデュエットしていただきたいとリクエストしました。絶対音感を持つという粗品さんに興味を持ったといいます。宮崎さんは先日粗品さんに100万円お貸しするとお約束したもの、実際にお渡しし、お返しにデュエットしていただきました。いつでも夢をです。少し安価なカラオケマイクで歌いましたので、チリチリとお聞き苦しいところもありますが、そこは古いレコードを聴いているという雰囲気で聴いてくださいと綴り、粗品と歌う動画を披露しました。息ぴったりに歌い上げた2人の動画には、何でもするのリクエストで一緒に歌うのを選ぶ宮崎さん、可愛すぎる、本当にデュエットでデビューしてほしい、金のためなら何でもできる粗品さん好き、歌がおかみ手でめちゃくちゃおもろいですと驚くコメントが続々と寄せられ、宮崎さんも粗品さんの力で紅白にと大晦日の NHK 紅白歌合戦出場に色気を示しました。粗品さんもすごい素敵な歌声でと宮崎さんの歌声を称賛したとのことです。以上、宮崎美子さんの結婚歴や離婚理由、芸人にお金を貸した過去について話してきました。現在もタレントとして活躍を続ける宮崎さん、今後の活動も見守っていきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。